どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。30 Minutes Missions マイスターズカフェ。この動画は皆さんから投稿いただいた30 Minutes Missions 作品を紹介していくものになっております。いや、ほんとたくさんのご参加ありがとうございます。そしてね、まだ参加できてないんだけども、今作ってますよなんてね、声もいただいております。とっても嬉しいです。まだね、募集期間はこの動画を作ってる時点では続いてるんでね、皆さんの作品がどんどん集まってくるのね、楽しみに待っております。そして今日もね、いろんな方の作品、ね、自分とは違う発想とかね、いろんな間に溢れた作品を見てですね、皆さんと一緒に、プラモデルを作るモチベーションをどんどん上げていきたいなと思っております。それでは今回も行きましょう。それでは今回最初の作品はこちら。トライヘッド。連合軍に所属する部隊の一つ。肘膝等のハードポイントの増設及びジェネレーター強化によって汎用性、機動性を高めた強化型アルトをベースに隊員の特性に合わせたアーマーが装着されている。さらに戦況に応じて追加武装を施し、どんな戦場でも従前に能力を発揮するとのことですけれども、いや、かっこいい3機のアルト、ホワイト、イエロー、ブルー、ね、最初に発売された3機で、ね、作られてますが、成型色生かしのパーツ組み合わせと思いきや、部分的に塗装もされていますね。まあ、いろいろとね、アーマーの作り方とかね、とてもうまいんですけれども、この顔のね、作り方がとってもかっこいい。うん。もうホワイトはとにかくね、ヒーロー的なフェイスになってますよね。指揮官機用アーマーと、あとこれは、ポルトラバとかのパーツも入ってんのかな、うん、独特のこの、ね、目のラインになってます。そして、この青い機体は、狙撃用アーマーの頭部装甲、頭部パーツが、機体のところについてるんですよね。なんかこれが、長距離狙撃モードだとこう、ガチャッと降りてくるとか、そんな感じでしょうか。そして、イエローの方もね、額にとても、なんかごつそうな、ね、装甲がついていて、手もね、腕に、なんか射撃武器がついてるけども、両手は、格闘武器なんでね、接近戦とかで戦う、そういう機体なんでしょうか。それぞれのね、パイロットに合わせて、いろんな特性で、カスタマイズができるっていう、まあ、そういうね、部隊らしいんですけども。はい。ツイッターの方にですね、それぞれの機体の一つずつのね、画像なんかもありますので、もしよかったら、ハッシュタグ 30mmdj で検索して見てみてください。では、続いての作品は、こちら。EXM34JSI 舶来海。カムイ開発製の第5世代機、星核をベースに開発された、地球連合軍日本支部の高高度揚撃型エグザマックス。スペースプレーン用エンジンを転用した複合サイクルエンジンを装備し、追加ブースターによりエグザマックス単体での衛星軌道進出を可能とした。すいません、耳慣れない言い慣れない専門用語いっぱいで間違ってるところがいっぱいあるかもしれませんがまあ置いといて、いや、すごい機体ですね。もうシルエットがもうどのエグザマックスにも似てない。でも、ところどころよく見るとこれはなるほどちゃんと30 Minutes Missions の、キットを使って作られたものだっていうね、素晴らしい組み合わせですよね。特になんかこの独特の、まあ、どれも独特ですけども、腕のね、この作りがとっても好きですね。そして、左肩のね、これ元パーツは、オプションアーマーについてる、ラビオット用のロイロイでね、本体だと思うんですけども、元は。これが、中心が赤くて、ここだけでね、なんかこの、日本の日の丸ね、日本の国旗を思わせるようなデザインになっていて、地球連合軍の日本支部の機体なんだなってのがわかる感じですよね。で、武器だけがこれね、青いっていうのも、これもともとそういう成型色のもんじゃないですから、これなんか狙いがあるんでしょうね。特別な武器を、ね、持ってるっていう感じになってるんでしょうか。はい。なんでしょう。なんか複雑な、構造してますが、この一枚ではね、表しきれないいろんな機能が隠れてそうですね。それでは続いての作品はこちら。ポルタノバ戦勝記念機体。バイロン軍が各地で戦闘に勝利するたびに建造される特別なポルタノバ。装甲に純金と銀を使用している特注機体であり、主に式典等の祭事に使用される。一応実機であり、戦闘も可能である。点々点。ということですけども、ゴージャス。すごい金ピカのポルタノバですね。で、内部フレームとか、あと武器なんかは、
シルバーで塗られていて、このゴールドとシルバーの塗装、ね、いや実際にはこれは塗装されたものではなく、純金でできている、銀でできている、相当な金の量ねえ、とてもコストが高い。しかしまあどうなんだろう、ね、惑星バイロンではものすごい金が取れるとか銀が取れるとかそういう感じなのかな。でこれが、勝利のお祝いのたびにもう一気できるっていうことなんでしょ、ね、ここのところカスタマイズミッションズバイロン軍勝ってますからね、これバンバン作られてるんでしょうねで一応これ動いて戦闘もできるらしいんですけども、この銃もねちゃんと発射できるってことなんですよね。ただまあやられた時のね損害があとまあ勝利の象徴ですからね、傷が入ってはいけない、もうね本国でね綺麗に飾っておきたいやつでしょうかでもあえてこれで戦うストーリーも面白いかもね。それではそれでは続いての作品はこちら、 BXM16 ポルタノバ2。バイロンのポルタノバに抵抗できつつあった地球連合軍に対し、バイロンが開発したバイロンの新型量産機、武装ビームライフル、腰部ビーム兵器スワンブクロー、撃破されているのは以前ライオンさんに紹介していただいたヴィンセントの後継機、量産型ヴィンセントですけれども、パッと見何をしているシーンかなと思いきや、これ、量産型ヴィンセントかをね、左手で1本で持ち上げているポルタノバ2っていう絵なんですよね。はい、もうぐしゃっともう胸をね、握り込まれてますけれども、はい、まあバイロン軍って、新型機なかったんですよね。ポルタノバでほぼ同時期に出たシエルノバっていう2機、ね、まあポルタノバが相当高性能だったんですけども、地球側はねアルトの次の新型機としてラビオットが出てきてますけども、だからここでねこう一歩遅れてるような感じもあるんですけれども、そこに出てきたのがこのポルタノバ2ということなんでしょうね。まあ外見のほとんどポルタノバかなと思いきや、部分的にね、新しいメカなんかが搭載されていて、標準装備のね、武装なんかが結構追加されてるって感じでしょうか。はい、まあもうこの戦闘風景、そのね確実に、やってんなっていうとどめ刺してるな系のこのショットね、その強さを物語ってます。そして背景がなんかむせます。ではでは今回最後の作品はこちら、ナイトガーディアン。特徴的な盾を持つ鎧騎士、西洋甲冑を模した強化装甲に身を包み、その防御力で敵機に接近し、得意とする近接戦闘に持ち込む。武器は剣、フレイル、ハルバード。またこの機体に乗るパイロットは盾の扱いに非常に長けている。うわ、綺麗な銀色の機体ですよね。そしてやっぱりこのシエルノバのねアーマーから持ってきたパーツですけども、この格子の入ったね、フェイスガード、バイザーっていうのはやっぱりこう西洋騎士をね連想させますよね。まあ、その他にもね、腕をこうぐっとね守ってくれる巨大な肩アーマーとかね、この強固な防御力をね思わせるような、改造が随所にされています。そして武器なんかも、どれもね、近接武器なんですよね。もう銃とかそういったものは持っていない、ね、まあ防御力を使って、まあ、それを生かして、ね、接近して、この3つの武器で戦うところなんですけども、まあ、気になるのがね、この腰の後ろにあるフレイルですか。これ相当巨大な棘付き鉄球ですけども、これはまあ相手の装甲はもうひとたまりもないんでしょうね。まあ、もちろんね、このハルバードや剣なんかのね、相当すごい機械なんでしょうけども、うん、叩き潰す、そしてこの棘で貫く、怖いなぁ。でこの綺麗な銀色でね統一されているこの全身の構成パーツの中、盾だけがこのねブルーとゴールドで塗られている、ね、で実はもうこの鎧とか武器とかではなく、このパイロットが最も得意とするのは盾の扱いなんですよね。まあそれがあるから銃なしでね、この防御、ね、防御の技術も生かして敵に接近してっていう戦い方を、ね、得意とするんでしょうね。めちゃくちゃ強そう。
でも綺麗。はい、そんなわけで今回も5作品紹介してまいりました。いかがだったでしょうか、ね、今回も素晴らしい作品いっぱい出てきましたけれども、ね、もう終わり、もっと見たいんだけどって方ですね、もしよかったらうちのチャンネルはこういった作品紹介動画いっぱいアップしてますんで、そちらの方もねよかったら見てみてください。動画の最後にねおすすめ動画のリンクなんかもねつけておきますんで、そこまで見ていただけたら嬉しいです。いや今回もね5作品紹介してまいりましたけれども、まあ限られた時間の中でですね、自分の目につく限りここいいね、ここかっこいいね、ここすごいねって言ってきましたけれども、まあ皆さんから見てね、いやここだってすごいでしょとか、ここもかっこいいよとかね、いやここ言い忘れてるよってのがねあると思いますんで、そういうの見つけた方はですね、ぜひ動画のコメント欄に書き込んじゃってください。そしていつもいつもありがとうございます。この企画はですね、たとえ、愛情 100% であっても、優しさそのものであっても、いやここはねこうした方がいいんだよみたいなねアドバイスとか指摘とかなしお願いしますって言ってるんですけども、そちらの方もねいつもご協力ありがとうございます。皆さんがね書いてくれるかっこいいね、すごいね、素敵だねっていうね、そういった嬉しいコメントはですね、参加していただいて紹介させていただいた皆さんもですね、とても喜んでると思いますんで、本当にいつもありがとうございます。はい、今これね撮っている現段階においてはまだまだ作品募集しております。もしよかったら皆さんの作品もね、見せていただけたらなと思っております。でね、まあ面白い企画だと思うけど、私は 30mm 作ってないんだよねっていう方はですね、30minutes missions 以外のプラモデルで、こうやって募集しているね企画もありますんで、今ちょっと上にねリンク出てますけども、はい、こちらもやってますんで、もしよかったらそっちもチェックしていただいてですね、そっちの方にね作品ね送っていただけたら嬉しいなと思っております。これもですし、そちらもなんですけれども、この企画より作らなくても過去作ったもののね応募でも全然 OK ですんで、はい、参加の方法またはね、そのルールなんかはこの動画の概要欄に載ってますんで、そちらをよく読んで参加よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。